やっほー、こんばんは。雪風さん、よたびさん、くま、ありがとうございます。うませやん。天使のえのぐさん、そうさん、たくぶさん、こうたんさん、はた、ありがとうございます。パタパタパタ、こんばんは。お疲れ様、ありがとう。ね。クマのメロディーがゼロだった。ほんと？ゼロ。今日はありがとう、ありがとう。今日コナン君見てきた。ほんと？誰かも見たいって言ってた。みち、今日楽しかったです。ありがとうございます。みちがツイッターに上げてたやつ可愛すぎる。ほんと？あれはソラハちゃんが撮ってくれました。野沢さん、ありがとうございます。今日は楽しかった、ありがとう。みちのダンスかっこよかった。ほんと？ダンスありがとうございます。キュロスさん、ありがとうございます。マセさん、ありがとうございます。カズチンさん、ありがとうございます。そう、ソラハちゃん専属カメラマン。そう、初乗船楽しかった、ありがとう。大崎上島のカズさん、健三さん、ありがとう。島唄の道の歌い出したもの、ありがとう。陽平さん、スカパラダさん、ありがとう。マセさん、トモピさん、ありがとう。ソラハちゃん、ありがとう。ソラハちゃん、ありがとう。はい、今日初めて戦場公演見れて楽しかった。お、ありがとう。ヨネさん、ありがとうございます。ソラハちゃんを一言で言うと、ソラハちゃんを一言で言うと、愛。365日の紙飛行機めちゃくちゃ良かった。本当？ありがとう、嬉しい。うん。寝る前の道配信が癒し、イエイ。こんばんは。新衣装どれも可愛かったでしょ？今日の公演楽しかったです。ありがとう。今日はいつまで愛おしい。なんで？こんばんは。また時間見つけて公園行くね。お、待ってます。ありがとう。なおさん、ありがとうございます。あのアングルから一日中見てたい。ビルマさん、ありがとうございます。あのアングル良かったでしょう。公演初日の夢時から泣いた。え、私も泣きそうだった。吉田健一さん、チャーミーさん、ありがとうございます。こんばんは。今日トロがくれたね、あのね、あれ履いてるの、靴下。街の明かりの道がすこぶる好き。ほんと嬉しい。2枚目が良すぎる。いえいえ、あのアングルはあれよ、隣にいる感。タクドさん、ミルマさん、ダムドさん、ありがとうございます。明日の公演行きます。お、待ってます。ありがとう。今日はね、ちょっとね、あの、あ、充電しにゃ。こんばんは。今日はちょっとね、メイクが違うんです。トシヒロさん、ありがとうございます。トカゲのおじさんさん、ありがとう。
公演最高でした。ありがとうございます。嬉しい。今日の昼公演で結構後ろだったけど何回も目が合った。そういろんなとこ見てますからね。もちろん後ろでも最高列の方までバッチリ見えたので、もちろんもちろんです。ピアス開けない。そうチーク気づいてた？目じゃないの。なんかね、公演の後にね、あのね、ちょっといろいろしとってね、その時にメイクさんに直してもらったから。三谷気にせんにさん、ありがとうございます。その言葉聞いただけで感動して泣いてます。本当にね、後ろまで見えますよ。めっちゃ中でした。公演楽しくて5月も行きたくなってきた。待ってるよ。こんばんは。そう、なんかさ、あの私メールを送ってるんですけど、毎日なんかね、あの最近公演とかしてて、キヨさん、ラムノさん、ありがとうございます。あのね、もうブログじゃない、メール大丈夫かなって思ってさ、コンタクトのような薄い文章を不菓子のように濃くしますって、太くしますか書いたんよメールに。なんか太くて長いものってなんだろうって思ったら、不菓子しか思い浮かばんくてから、あ、そう一瞬でね、で不菓子でいいかって思って不菓子って書いたらね、なんかそれって中身カスカスってことですかって裏のやりで来てって確かにって思って。そう、前髪かわいい。これはもうお疲れの前髪よ。レッスンをもらってみちに恋しそうになってます。おほう、かもー、坊主よりあ、そうそう、わかんない。なんかね、いつも自分はねピンクのね。ウッシーさんとかげのおじさんさん、ありがとう。うん、そう、まつげバチバチ、確かに。レモンティーはねホットじゃない方、冷たいやつなんだっけ、ホットじゃないやつ。こいつのダンスやっぱ楽しい。みちと一緒の歌、お、イエーイ。ふがし軽いんか軽いのか、ふがし、うん、ふがしって例え、そう、鉄パイプ、あー、鉄パイプも中身なくない？パイプってあるのかな。おやすみメールの写メ可愛かったです、ありがとう。それもね、そらはちゃんが撮ったやつ、めっちゃ久々に見られてよかった。あと次にスキピ、お、嬉しい。スキピなおさん、ありがとう。みちゅって写真をちゃんとひっくり返して送ってるの。そうだよ、そう、反転しないように自撮り設定してるんです。なんかそっちの方がいいかなと思って、わからんけど。スカパラズさん、ありがとうございます。今日この部屋に来れてよかったと。ほんと？ちゃんとしたふがしはそんなことない。あ、そうなの？じゃあちゃんとしたふがしになろう。
マセさんありがとうございます。ツイッターのアカウント作ってみたので返信始めます。ありがとう。村でより、マセさん、ミートマンさんありがとう。あは、確かに。深夜さんありがとう。トッポ、確かにみんなの方が上手。サクッと軽いフットワーク、確かに。今日メイクいい感じ。本当？いつもピンク塗っとるのにオレンジ塗られたって言ったっけ？さっき今。さっき言ったっけ？言った気もするな。言ったかもしれん。いつもピンク自分で扱ってるのにオレンジ塗られた。塗られたの今日。そう。トシさん、ジャーミーさんありがとうございます。大事だからね、いっぱい言うの。面白い。タイガーさんありがとう。まっちゃん2号さん、マセさんありがとう。坂好きよ。写真ひっくり返して、ひっくり返ってないからみちすごいなっていつも思ってた。ほんと？いつも楽しい時間ありがとう。私もです。いい心がけ。ほんと？反転？うまい棒はふがしと鉄パイプの感じだね。真ん中もないし、でもうまい棒好き。バンジラモンスターさん、トロンさん、ナンくんさんありがとうございます。うまい棒ってめっちゃ美味しいよね。うまい棒でさ、ご飯食べたい。おはよう好きだよ。ありがとう。僕の頭の中はちゃんとしたふがしくらい、道でいっぱい。いや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 。うん？トロンさん、野沢さんありがとう。道ファン仲いいですよね。今日はありがとうございました。久しぶりに見に行きました。楽しかったです。本当。ね、嬉しかったです。来てくださって。また来てね。うん。コミュミュ、いやいや。いつのライブ中の私服みたいな衣装。あ、そうなんや。かわいいよね。うん。ゆうさん、大崎上島のカズさんありがとう。私もコンポタ一択。雪風さん、タイガーさん、クマありがとう。クマありがとう。86さんありがとう。コッコと一緒にね、大崎上島のカズさん、マジさんありがとう。コッコと一緒におはようメールすっぴん。え、ペンライト海に落として。ほんと？わあ、まずい棒ってあるのご存知ですか？知らない。何の話しよったっけ今。やばい今日。え、なんか話した、話したくてめっちゃ話そうとしよったよね。アイルトン佐藤さん、クマありがとうございます。ありがとう。お、ありがとう。拳スピリットの迫力。
おやすみメールの衣装マジで好き。あ、ねえ。かわいいよね。チャーミーさん、ショウさん、ありがとうございます。そうや、コッコの話。コッコ、自分もね、ゆらさんとね、あのね、船ね、デッキのとこに出た時にね、あのね、携帯をね持ちながらね、海の上にこう携帯をこうやってね、あーっていうね遊びをしてた。危ないって。キラキラたくさんついてた衣装。そうね、次のシングルも怖くは絶対満ち取ります。本当ありがとう。ソラハちゃんのメールにめっちゃ登場してる。本当シンプルに怖い。そうクレイジーな遊び。もうこの道高校の T シャツ欲しいね。今日も愛を忘れず。あ、光って見えない。ほらほら、落ちたら飛んできます。ほんとキヨさんありがとう。最近みちさんが一押しかもしれません。自問自答、自問自答、ありがとう。それでね、コッコの話なんですが、あのコッコにね連れられてね、ドンどんどんどんに行ったんですよ。ばあさんありがとう。結構前の話だけどね。黒いさんありがとう。眉毛かゆい。ポンちゃんさんありがとう。うん、待ってます。オルフレさんありがとう。怠け者さんありがとう。その時にあのなんかおごってあげるよってココが言ったんです。そう、じゃけん20本入りの20本入りのうまい棒のコーンポタージュ味をもう買ってもらった。ももさん、まさひろさんありがとう。もういいかい。そう、コッコはいつもお金ないって言ってるから、低コストでとても嬉しいものを。ポッと、そうそう。でもさ、あのこんな袋なんですよ。20本で、いやもっとでかい、こう私の上半身ぐらい。じゃけんなんかさ、幸せな気持ちになれるよね、ちょっと。やっぱあの大きいだけで。トロちゃんとカラオケ行ってない。え、30本かもしれん。30本じゃ、じゃあ30本。デブニアさんありがとうございます。今日ね、いや分からん、30本かも。今日ね、キラキラがめっちゃついてたんですけど、取れとるわ。今見せようと思ったのに、もうキラキラしてなかった。もう普通だった。終わり。そうなんよ。
30分ある30分あるって思っとっても筋トレしてない。肩綺麗キラキラしかない。あのねアクトワンっていうかあの一番最初の衣装のキラキラが腕についたのか。え筋肉ある？そうあそう30分あってもさ食べ始めたらさ気づいたら3本みたいななるけんダメよね。細い。お公園めちゃくちゃ良かった。え楽しかった。公園の時千穂ちゃんの顔がめちゃくちゃキラキラついてた。メイクじゃなくてキラキラなんかな。タイガーマスクさんありがとうございます。力こぶ え、でもねそう見えるだけだよ多分。これ筋、これ筋肉かもしれん。筋肉かも。お、ショルムありがとう。肘うまいもんみたいなんで、おお男前。腕相撲めっちゃ弱いです。なんでじゃろ。見入ってしまった。ありがとう嬉しい。腕相撲ね本当に弱い。めっちゃ筋肉って感じ。やば。ありがとう。初見です。フォローしました。待ってます。待ってますじゃない。ありがとう。腕相撲はね、パルトが一番強かったけど、アーチャーも強かった。そうそうそう。でもね揺れるんよここは。なんでじゃろうね。筋肉あるのに揺れるなんて。どうやったら揺れるか。ぶら下がりたい無理。そうイモースでやったんです運動会で。そうなっちゃんさんありがとう。握力はね22とか。うーん細マッチョ。結構強い。本当？今日は眠くない。配信の時。ラジオ体操照れないでちゃんとやる派？ラジオ体操超得意。肘が可愛い。こんばんは、公園お疲れ様です。ありがとう。細マッチョ。まだプロテイン飲んでる。え、プロテイン飲んでるよって言ったことあるっけ？プロテイン飲んだことない気がする。わからんけど。あったっけ自分プロテイン飲んだこと。
それな。いや違う違う、もうプロテイン飲んでないのって聞かれたから、私ラジオ体操第一は中学生までやってて、でも高校生になってからね2になったからもう1覚えてない。そう、自分の腕に酔いしれてる。違うし違うしって言ってしまった。両腕上げると両腕曲げると石すべてみたい、やば。違うんです。これ知ってますか？あれどっちだったっけ？あれなくなった。あ、これ。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 あ、これ。このちょっとここら辺だけ。あの色が違う感じはこれこれこれ、この色が違うところわかります？違うって、色が違うとこだって。色がちょっと違うじゃん、色がちょっと違うんですよ。サンドイッチみたいな形をしたんだけど、なんか子供の時にさあるやつ、あれなんていう名前なんでしょうね。毛細血管がいっぱい詰まってるとか、それは脇。どうか、わき、いや違うんよ、蒙古斑、人によって場所違うし形も違うの。ほんま、でもここにある、いつの間にかここに、ほら肘にあるの珍しい。そうなんですか？そう、すごい音。これほらわかる、ここ、これこれこれ、1、2、3右肘左そう、でもこっちにしかないんですから、こっちにしかないんですから、こっちをよく見せます。ほらこれわかるでしょ、ほらね、P って書いてある。そう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 。わからんけど。みんなあるやつじゃない。プッチョの顔みたいね。ということや。まさひろさん、りょうへいさん、ありがとう。ほら、ここセクシー、セクシー、セクシー、うん、ミチの右側が美人、右側左は
なん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 。顔の輪郭がハート型。顎ってこと？どこがキュッとなってる？ここ？セクシーって言われたら嬉しい。セクシーにしようとしてたら嬉しいじゃないですか。俺もスタジオライブしたい。したい？一緒にするか。ポンちゃんさん、タイガーさん、クマのやつありがとう。クマありがとう。チャーミーさん、シャンくんさん、チークが濃く見える。いや、オレンジのね、うわ、オレンジのすっごくすっごく塗られた。ボーって。今日みちにダンス教えてほしい。私教え方上手って言われるよ。自前メイクなんですけど、私だけちょっと、私だけじゃない、あのあれよ、ちょっとあったから。好きたまらない。本当ですか。ダンスレッスンで違うしってたくさん言われたい。違うしで、オレンジ嫌じゃないけど。パフィンさん、ありがとうございます。オレンジ嫌だって言ってない。トカゲのおじさんさん、ポンちゃんさん、ありがとうございます。未知に算数を教えてほしい。算数は大丈夫よ。数学は無理じゃけど。みちはあんまりリップの色は濃くないよね。濃い時は濃いですけどね。 STU のライブもダメだし、あの制服着てる時とかなおさらですけど、濃くできる時が握手会ぐらいだから。握手会はでも結構濃いかもしれん。自分濃いっていうか暗い色が好きだからね。暗い色つけてね、つけちゃうんですよね。でも ST の時はちゃんとね、薄いのにしとるんよ。ケバくなるの、なんか顔が薄いんです。顔がとても薄くてね、メイク薄い。今日めっちゃメイクいっぱいしたわって思っとってもね、今日顔薄いねって言われる。塩顔イケメン。ふふふ。ピークの色違うよ。顔はふがしじゃないですね。まだ。ミシュの前髪が頑張りましたって言ってる。そう。お目目キラキラしてる。本当。これもファン。何に燃えた太陽。タイガーさん、クマありがとう。ありがとう。可愛い通り越して可愛すぎる。そんなことないよ。チャーミーさん、旗ありがとうございます。パタパタパタ。テンさん、ありがとう。
ご飯食べてないの。ちょっと前に食べたかもしれない。でもたくあんと卵ぐらいしか食べてない。お肉も食べたかもしれない。星広さん、スカパラダさん、ありがとうございます。国松食べたい。梅干し、梅干し、梅干しいいね。確かに。やばい、耳がおかしくなった。え、なんか勝手にエコーがかかる。え、なんで勝手にエコーがかかってる。自分の声に。なんでじゃろ。うん、黒石さん、ありがとうございます。ロボ、そう、ロボ芋村か、ロボ村かもしれん。エコー、いつも最後の10分ぐらいが大変。昨日今日と土日ということでね、昼公演夜公演と2公演したんですけど、1日に。トノピさん、旗ありがとうございます。トシヒロさん、ケンちゃんさん、ありがとう。自分は昨日も今日もラーメンを食べましたよ。間違えた、一昨日と昨日。花が好き。花？ありがとう。暑くない？そうそう、うちの花好き？すごい、めっちゃ響いてる、左の耳の中で。やっぱ暑い？よいしょ。ここ成功。標高1500m だった。夜でも20度。今日なかった。高木のおじさんさん、大崎上沼のカズさん、ありがとう。ヒロさん、ありがとうございます。耳も使えて、そうそう、
そうさん、トカゲのおじさんさん、ありがとう。にゃー。にゃん。今日はお腹鳴った。まさひらさん、ぽんちゃんさん、ありがとう。たくやん、もうない触覚ね、似合わないんですよね、私。コッティディカダイキャットねえ、起きましょう。読まれたいの感情しかない。そうだ、ありがとう。耳から出てる触覚、あくね、あれいいよね、くねくね。明日もね、なかなか早いです。私はっていうか、そうそうそう、切っちゃった。ぐ、何時だったっけ。あ、そうよ、なかなか、なかなかハードハードハードスケジュールなんですけど、なかなか、でも今クンってなった。危にゃい。ぐぅ、目が大人っぽい。そう、それではお壇上をお読んでいきたいかなと思います。いきます。危にゃい。13位、アマズさん。12位、ゆうじろうまるさん。ゆうじろうまるさん、11位、あれ11位、マモルンさん、おいしま。10位、キミさん。8位、そう、あ、間違えない、9位、そうさん。8位、ペルーサさん、うまっ。
まず違う。7位テンさん北海道。6位イクオワイワイさん。5位ポンちゃんさん。4位トノピさん。お天は谷お天は谷お天は谷一世ありがとう。そして3位ダダダダムダさん。2位タイガーさん。ズバリよいしょ。そして1位はルル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 ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルルルンジャヤン上野さん。ありがとうありがとうございました。いけた。今日はコメント見えてます。ありがとうございました。そう、あとちょっと本当だ。今日も一日お疲れでした。ありがとう。バイチャーとおやすみ中。また明日の朝お会いしましょう。とっても結構まあまあ早いけど普通の速さ。22位クロイスさん。13位キミさん。12位ペルサさん。11位ソウさん。9位10位テンさん。9位イクオワイワイさん。8位おたてさまさん。7位バインさん。6位トシエルさん。5位ポンちゃんさん。4位トノピさん。3位ダダダムナさん。2位タイガーさん。1位チャーミーさんでした。ありがとうございます。それではまたおやすみちゅん。またすー。で、いたー。おはよう。ちょっと待って、おやすみ。あ。